材料投入、材料投入、油揚げに椎茸、大根、鶏肉、通れば出来上がりと、こんな感じで、はい、肉入りまして、ちょっと久しぶりだ、味見をしてみまして、次、こんにゃく、いい味になるんだ、いい出汁が出て、あれ椎茸入ったな、椎茸入ったし、はい、じゃあキャベツと白菜、キャベツと白菜、しえ、うん、よし、今日はとネギと豆腐とニラ、あれ豆腐はここです、よいしょ、もう来るかや、私はまだ、いやちょっとこれでもあんまり昼飯我慢しとったから、食べれば、うん、ネギ、濃いし、卵、おでん、おでんにしてはなんか木みたいなのが入ってる、いや幸子ちゃんの素材にはかなうんでしょう、よし、これでニラ入れて完成ですと、はい、あとは明日あとは明日できました、ワン、ツー、スリー、これを19日の酒の会の時やるから、ここでやるの、いや、アツシのところで11月19日アツシ君の車庫でやります、皆さん集まってくださいよし、こんな感じ、北澤さん、こんなもんで良いでしょうか、はい、ということで、ちゃんこ夕飯に食べて、さらにまた、なんだ、日が変わった夜食を、夜食でまたやっております、なんでか、やっぱり梅から、好きだから、どうしましょう、三十何年経っても梅好きなんです、バカな一つ覚えのように、まあ今回ちょっとちょっと醤油が多かったかなということで、うん、11月19日の酒の会、ちょっと一杯熱燗の会、2つの なんていうか名前を合わせたちょっと一杯熱燗の会では、もう少し醤油を少なめにして、ちょっとマイルドな感じの、ソプ炊きいきます、でだいぶ味が良くなってきた、で、その時にも使うかな、まあこのちゃんこにいい酒どんなもんだかなといろいろ考えてみました、両極端の、日本語をちょっと選んでみて、
まあ、ちゃんこがまあ少し甘めのやつなもんで、今日はちょっと醤油カレー買ったんだけど、ちゃんこが少し甘めの少しやつなもんで、逆にキリッとした辛口佐賀の肥前蔵心、特別純米超辛口、おまちってやつでさがでもいいんだろうし、逆にちょっとおとなしめの味の天領杯純米冷やおろし、このあたりどっちもなんだろう、ちゃんこが熱い時は熱めの缶をして、冷めてきてぬるなったらまあぬるめの缶でやってみたらいいんだねえかなと思っとるところです。楽しみです。そこだけそんな少しいただいて、いや夜あんまり、いやまあだからこれ痩せられんだっちゃな、ほんとどうする。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌151へ、そっぷだけの巻でした。おしまい。